ポケットミラー、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、戻ってきましたね。とりあえずセーブだけしとこう。あれ？どこ行った？ここか。とりあえず一旦上に行って、ここで無視するっていうね。ノクターン。セーブしとこう。とりあえず、いろいろ、行ってみようか。剥製だ。どうもこういうのは好きになれない。趣味悪いよな。ん？趣味悪いよ。悪趣味だよ。開かないか？全然開かない。ダメか。ずっと同じ反応か。カバチャさん。おい、びっくりさせないでくれよ。あ、ごめんなさい。ちょっと大きな声出ちゃった。気をつけてくれよ。君みたいな若い子はもっとマナーを心がけなきゃ。すいません。すいません。カバチャにマナーを指摘されると思わなかったな。どうした？大丈夫ですか？あなた、とんでもないことになってしまったの。何があったんですか？私の大事なロザリーを落としてしまったの。あれがないともう生きていけないわ。あたりを探したんだけど全然見つからないの。大丈夫ですよ。私も探してみます。だからもう泣かないで。ありがとう、お嬢さん。お願いします。待ってて。これ、外出れなかったっけ？こっから。こっからか。外になんかあるとか、そんなだった気もするけどな。こんなクソ探しにくいとこにあったかな。どうだっけな。こんなとこにはさすがになかった気はするんだけどな。なかったよね。セラミックの浴槽に透明な水はぴっちりと張られている。ここないのかな。なんかここだって気はするんだけどな。一回ちょっとセーブしときたい。ん？なんか記憶のうっすら、なんかこの辺で追いかけっこがあった気がするからね。え？でも入れるのはやっぱここなのか。じゃあなんか、あるでしょ。とは思うんだけど。細長い鏡が壁にかけられている。表面はすすり汚れておりよく見えない。エニエルは4番でいいでしょう。これ鏡？ん？あ、あった。ロザリオ。きっとこれね。あ、やばい。やばい。やばい。何があったの？いや、やば。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。プレスプレス。返しに行くか。開かない。鍵がかかってる。振り子時計は古い蜘蛛の巣に覆われて深く眠るように佇んでいる。あんまり近づきたくない。あ、壊した。ノザリオを持ってきたけどいないな。ロザリオかける首がないんだよな、そもそも。どこに行ったんですか？ここに置いておけばいいかな。あの人、戻ってくるかもしれないし。
な、戻ってきた。あ、違った。首なしパーティー会場。首なし合わせパーティー。パーティーに出席できてとても光栄です。先月からずっとパーティーを心待ちにしていたの。とうとう私も大人としてこういう場に来れるようになったんだなって感じ。いっぱいいるな。それにしても、あ、楽器とか弾こうか。俺弾けないけど。部屋の中央には表面を丁寧に磨かれ光沢を帯びたグランドピアノが置かれている。死んだレコード5分の4。人がたくさんいる。そうね、真珠のように、白く真新しい弦が張られたハープ、金色の縁取りがある。使い古されたチェロ、弦の張りが緩くなっている。それはチューニングできてないのでは。今夜は知り合いがたくさん来ているようだから、一晩中話は尽きなさそうだね。やっぱり仲のいい人たちに囲まれていた方が心も落ち着くよね。そう思わない？私もそう思う。すごいよな、首がないことに対して全然こう怯えがないんだもんな。あなたは誰？初めて見る顔だわ。うん、みんな顔ないんだけどね。そういうジョークなのかな。私はウェイトレスの方でしょう。そうよね。まあ、あなた綺麗なロングヘアをしてるのね。ありがとう。あなたみたいな髪があったらいいんだけど、私あなたとは違うから。どういうこと？なんでもないの。あなたにはわからないわ。首がないからね。ヘアもクソも。ウェイトレスさん何かご用？今取り込み中なんだけど。ああ、ごめんなさい。ずいぶん女性の参加者が多いパーティーよね。そう思わない？あ、確かにね。これってちょっとおかしいわよね。そういえば、でもあんまり考えてなかったです。そう。じゃあ気にしてるのは私だけかもね。いいの。気にしないで。ご来場の皆様、毎年恒例、ハイリガー邸のプライベートパーティーへようこそ。すごい真ん中で聞こうとするな。今回は、ご存知の通り、たくさんの方にお集まりいただいています。良き友人、良きパートナーとして、共に絆を深めましょう。共に、憩いの時間を過ごしましょう。今宵は、煩わしい交渉や、世界のための夜ではありません。日頃の悩みなど全て忘れ、パーティーを楽しみましょう。これは一体どういうことだ。皆さん落ち着いてください。お静かにお願いします。我々はこの件について調査を行います。皆様一度この部屋から出ていただくようお願いします。いや、残した方がいいでしょう。皆さん並んで順番にご退室ください。執事、お客様たちはあちらへ。どういうこと？どうしよう。ああ、そうね。どうしようかな。どうするんだったかな。邪魔しない方が良さそう。とりあえず逃げるか。自分がやったかもしれないからな。入れるようになってるとこってないんだっけ。全然開かない。あ、入れる。和風和風クドリャフカみたいになったけど。古いベストが無造作にかけられている。綺麗な柄は色あせてしまっている。ここでならきっと叩こう。エニル、呼んでくれたのね。エニル、私を呼んでくれてありがとう。どうしたの？
私の名前はエネイレじゃないよ。どういうこと？ハルペ。ハルペが、それは私の名前じゃないって。それにあなたとはもう話しちゃいけないって。つまりあの子の方を信じることにしたわけか。あなたの気持ちはわかるわ。気にしないでエネイレ。あなたに求めすぎるのも良くないわよね。私。いいの。あなたは信じたいものを信じていいのよ、エネイル。でも忘れないで、私はいつでもここであなたのことを待ってる。エネイル。え？うん、なんでもない。じゃあ、なんで私のことを呼んだの？何かあったの？私、ハルペからはぐれちゃって。はぐれたわけじゃないよ。自分の意思でしょ。それでここに、行き着いてどうすればいいのかわからなくて。パーティーでは怖い事件もあって。それってさっきの殺人のこと？どうして知ってるの？バカね、私は何でも知ってるわ。私はあなたなのよ、言ったでしょ。それで、あなたは事件をどうする気なの？どうするって、殺人が起きたんでしょ？しっかりして。私、ヘネイル、ごめんなさい。私ちょっと混乱してて。ねえ聞いて、エネイル。私を信じろとは言わないわ。でも私の言うことは真実よ。私がやっていることは全てあなたをここから助け出すため。早くあなたのところに行って一緒になりたいの。そのためにはあなたの助けが必要なのよ。だからハルペには騙されないようにしてね。でもハルペは私を守ってくれようとしてるだけだと思う。ごめんなさい。私もう何を信じていいのかわからない。いいのよ、エネイル。時間はあるわ。そして、私があなたのそばにいる。私を見つけて。その時には、知っていることを全部教えるって約束するわ。でも、今はこの状況から抜け出す方法を考えましょう。エネイル。ん？ありがとう。今はバカなことを考えないで。お互い助け合いましょう。いいわね。うん。まずはパーティーの参加者から話を聞いて。どうやって事件を解決できるか考えてみるといいわ。そうだね、やってみる。心を強く持って、エネイル。話したくなったら、私はいつでもここにいるから。一緒にここから脱出しよう。うん。頑張って。そうよね。てか、なんか甘いことを言う人全員やばいような感じがするからな。今夜犯人を取り逃せば犯人はまた事件を起こすかもしれない。まあそうだな。こういう騒がしい場に私の出る幕はないわ。家で本でも読んでくれればよかった。確かにその方がくつろげそう。まあそうね。セーブしとこう。あの子には同情するわ。それほど醜い女ってわけでもなかったのに。あなたの方がよっぽどブサイクじゃない。なぜあの子の方が殺されてるのかしら。本当に当たりきついよな。被害者についてある噂を聞いたことがあるの、興味ある？はい。いけないんだ。え？あなたそもそもこのパーティーに招待もされてないんでしょ。もし私があなたならバカな真似をしないですぐ帰るわね。まあ呼ばれてもないのに来てるやつって怪しいもんな。あの子よ、あの子よ。パーティーに紛れ込んできた女の子。心配しないで、私たち喋らないわ。口がないから。ありがとう、助かります。っていうかやだな。ほんと何なのやつら、どうかしたんですか？違うの、そうじゃないの。今日の招待客たちが嫌すぎて我慢ならないの。あの子たち流行のことなんか何も知らないくせに、ファッションの、議論、あ、そうなんですか？パリへ行ったことすらないのに、いい加減なトレンドを並べ立って、自分が一番のシャレ、みたいに振る舞うの。特にあの人、赤髪のスタイルなんかもう廃れてるのよ。知ったかぶりのファッションの議論をするのはもうたくさん。髪ねえだろ、みんな。何を見て言ってんだ、それ。女性はみんな美しい。だが彼女らは、とても複雑な生き物だ。そうは思わないか？どうしてそう思うの？女性は相反する感情を同時に抱きがちだ。
時にそれは周りの人間を混乱させることもある。例えば個人的な経験なんだが、女性は嫌いな人のことをことは嘘をつき、好きな人のことだけを本当のこと言うんだよ。そうなんですか？コメントしづらいな。今宵は素敵な夜ですけど、その先はないんだな。でも主催者も災難でしたね。大きなイベントになるはずだったのに。本当にな、初めてすぐだもんな。あなたはどうなの？流行にはちゃんとついていけてる？それはあんまり。でしょうね。まあ、そもそもこんなみそぼしい子供には何も期待していなかったけど。まだいたの？まだいたのってなんだよ。どうしました？何か相談事でも？私、そこの君、どこ行くつもりだ？そっちへ行くことはできませんよ。でも、申し訳ないけど、ここを通すことはできません。さすがに、あ、いるわ。ごめんなさいね。あなたを驚かせるつもりはなかったの。私、大丈夫よ。可愛いお嬢さん。こんなおばあちゃんが暗い道でフラフラしてたら驚くのも当然。でもあなた、ここで何をしてるの？少し探し物があって。そうなのね。今夜はお月様がとても綺麗ね。そうですね。あら、引き止めてしまったわね。ごめんなさい。お話できてよかったわ、お嬢さん。こんなに素敵な女の人にひどいことをするなんて。なんかいる。白鳥かな？白鳥だな。これもっとあれか、部屋とかに入った方がいいのか。そんな気がするな。聞き耳を立てる。パーティーがあんなことになって残念ね。残念？あの人にはあれがお似合いじゃない。私らの場所を丸々真似しちゃってさ、ああいうのをコピーキャットって言うんでしょ。とはいえ、外見があれだからね、私らと比べたら哀れなんできようね。そうね、私らはこれからも自分たちのスタイルを貫きましょう。死んだ女の話はもうやめにしましょうよ。そんなことより、最近流行りの話があるんだけどさ。なになに？もしかしてフランスで流行ってる髪型のこと？それのことじゃないわ。イギリスで新しいインテリアが流行ってるって話よね。いやでもそれより、フランスでトレンドになってる髪型の方が気になるわ。今フランスでは奇抜な色で髪を染めるのが流行ってるんですって。ああ、あの頃の鮮やかな髪色はそういうわけね。私たちもすぐにやってみた方が良さそうじゃない？赤髪スタイルが流行るなんて驚きよね。あの人は本当に最先端を走ってるわね。あの子を誘ってファッション談義をしてみるのはどう？でもあの子は私らをダサいと思ってるんじゃない？いや、そうかも。ま、幸い一番ダサい人は今日で追い払えたけど。怖いね。あっちにはもう行きたくない。そうね。覗く。目が！何笑ってんねん。今夜の件は誰が責任を取るんだろうな。誰の責任でもないわよ。バカなこと言わないで。みんなあれでよかったと思ってるの。あの子はみんなに嫌われてたんだから。主催者の人たちはみんながホールへ戻る前にあれを掃除しないといけないのよね。そうね、問題はそれよね。あれを掃除するのって絶対勇気がいるわよね。そうだ君、あの子の服装をよく考えてみろ。あれだけ明るい色のドレスなんだ。瞬く間に真っ赤に染まるに違いない。あの人のことはよく知ってるわ。きっと何度も思っちゃいないわよ。でしょうね。意地の悪い女って極端なやり方で自分の正しさを証明したがるって聞いたことあるわ。また誰か狙われるんじゃないかな。また誰か狙われるんじゃないだろうな。俺は勘弁してくれよ。やだなぁ、こういう感じ。何言ってるのよ。男は守備範囲に入ってないわよ。知ってるでしょ。では、それはただの噂だろ。
信用できると思うけど、最近の噂は結構裏が取れてるからね。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。またちょっと、話を聞きつつ推理続けていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。